山崎ひろなです。北野キーです。出演が決まった時は、今まで演じさせていただいた役は基本的になんかこう嫌なことをしても根本がすごくいい人っていう役を演じさせていただくことが多かったので、ここまで内面がダークな役柄は初めてだったので純粋に嬉しかったです。いや、私はずっと演じてみたかった役柄だったのですごく嬉しかったです。結構いじめられる役の方が多くて、仕返すみたいなものがなかったので、復讐みたいなことをする役柄が初めてでしたね。はい。お互いの印象は、北野さんはすごくしっかりされてるなっていう思いました。なんか結構私がぼーっとしてたりするタイプなので、なんかいつもこうシャキッとして現場にいてくださって、すごく引っ張っていただきました。私は山崎さんがしっかりしてるイメージだった。私は割とチンチクリンというかふわふわ吹っ飛んでるんで、いつもニュートラルというかプロセスを見せないというか、結構完璧なイメージですね。役柄もあったと思うんですけど、結構クールなイメージです。はい。北野さんは現場に入られる時に朝からすごい元気というか、朝からちゃんと声がしっかり出てるし、明るく現場に入られるんですけど、私もう半分寝てる状態で行っちゃったりとかして、メイクしながら起き始めるタイプなので、それはすごいなっていつも毎日思ってました。なんか全く同じ時間にメイク部屋に入ることなかったですよね、ほとんど。なかったんです。どっちかが先とかなんで。そうなんですけど、なんかすごい毎朝ちゃんとちゃんと目覚めてしっかり仕事モードで入られてたのですごいなと思いました。なんか山崎さんは結構やっぱニュートラルなとこですかね。なんかその今朝からあまりテンション上がらないっておっしゃってますけど、なんか結構いつもニュートラルで同じクールさを保ってるんで、あんまり感情の起伏を芝居以外であんまり出してるとこ見たことなくて、自分結構その時の思ったこととかバーって出ちゃって正反対かなって思います。大人な感じ。トーコのこう根本の欲っていうのはすごくシンプルで、自分の暮らしを良くしたいとか、そういうことをこう自分の中心に置いて生きているんですけど、女性、私もそうですけど、女性だったらやっぱりすごくおしゃれな服着てすごい素敵なメイクして外に出たいっていう欲望とかはすごく女性として共感できました。そうですね、同じですね。なんか瞳子も久江もなんか極端なようで紙一重っていう感じの役で、結構こういう部分は似てきちゃうと思うんですけど、まあ、キラキラしている女性像に憧れるというか、そういうところは女性はみんなそうなのかなと思ったりしますね。あります。私基本依存しないんですよ。嗜好品もないですし、何にも依存しないです。そうなんですか。分かんないですね、依存の。今回台本もらって最初に調べたのが強依存でした。分かんなくて、依存ってなんだろうみたいな、無縁すぎます。あります。なんかこれがないとダメとか、これしないとやだとか。私なんか日用品、生活日用品、その洗剤とかをストックするの大好き。ストックの依存。ストックの依存。依存なのか。でも豆なんですね。というかもう、なんかないと不安になっちゃうというか、洗剤とかも結構5、6個あって、すごい買っちゃって、で使い切った時にすぐ下ろす、それを捨ててまた下ろすっていうのがすごい気持ちいいんですよ。下ろした瞬間にまた買いに行きます。また買いに行きます。すごい。なんかすごいそういうのがあります。ストック依存。ストック依存。物をストックすること。洗剤とか、服とかはないんですけど、消耗品をストックしてます。切らさないっていう。そうですね。切れるとないってなったらどう？ないってなったらなんかちょっとこう。なんですかね、まあ、買いに行くのがめんどくさいというか、その場でこうすぐさって出してさって、また付け
加えたいんで、まだストックがなくて初めて買ったものでめちゃくちゃ良かったらもう買いに行きます、ね、どれぐらい買います1回に。どれぐらいだろう、でも最低絶対2個は買います、ね、お得用があったら。お得用買います。あ、そっちか。だからその大容量の売ってるじゃないですか、売ってます、ね、まとめ買いでっていうのさらに1本分入ってるやつみたいな、倉庫とかで売ってるところとかにすごいよく売っちゃう。大量に買っちゃいます。うわ、山崎さんめっちゃありそうこれ。私ですか、うん、え、本当ですか。なんか幸せそうにしてる顔を何度か見てます現場で。え、嘘。何かをしてる時とか何かを食べた時とか。あ、確かに食べるの好きですね、うん、美味しいものを食べに行く時にすごい、うんうん、結構心からの笑顔が出る、うん、自分もご飯か、役で他の役生きてる時とかですかね。ね、生きがいを感じるかもしれない。生きがいを感じるみたいな役やったりしますもんね、役で分かりやすく。確かに普段の人生よりもそういう時に感じたりもしますけど、私寝る瞬間とか大好きですね。瞬間なの？お風呂、あ、お布団に入ってその瞬間が寝てる時とかじゃなくて、入りましたの瞬間、うんうん、あ、今日も頑張ってよかったな。沈んでる感じしません？あの、え、全然しないです。ベッドに、あ、そう、ふわふわみたいな。私なんかベッドに埋もれる感じがして好きですけど、それもいいですよ、うん、あ、でも温泉かな。あ、いいですね。結局温泉いう時間とかしなくて、うん、4月5日深夜0時30分何時のな放送スタートです。ぜひご覧ください。あの女が死んだ。東子ちゃんついてるって。私彼と住むことにしたから。やだ、もういらないかな。なんで私じゃ、私が一人なの。汝の名。